この時間、日露首脳会談が始まっている予定なんですが、まだ始まったという情報は入ってきていません。プーチン大統領、遅刻魔としても知られていますが、今回はですね、前の日程が大幅に遅れているためです。さて、会談の中身なんですが、焦点の北方領土問題をめぐっては、事前の調査でも溝は埋まらずに、今回進展は見込めない状況です。一方、G20 の大阪宣言では、自由な貿易を目指す国々と、保護主義を強めるアメリカとの溝は深く、反保護主義という文言は盛り込まれませんでした。自由や公正で開かれたといった各国が受け入れやすい基本的な文言で調整を図った形です。今まで意見の違いばかりが煽られてきた。その結果、何も原則も確認できなくなってしまわないようにですね、今回はしっかりと原則に立ち戻り、かつ大切な原則を確認することができたと思います。また2050年までに海に流れるプラスチックのゴミをゼロにする方針でも一致しました。今回大きな焦点だった米中首脳会談でも、ひとまず交渉の継続が決まり、世界経済が落ち込むリスクはですね、回避された形となりました。